はい、どうもこんにちは。今日もね、丸袖空っぱさんにね、餌あげていこうと思います。おー、あ、潜っていっちゃいますね。今ね、目の前のところをね、餌あげようと思って掘ったんですけどね、あー、どんどん後ろに行っちゃいますね。大丈夫かな。ちょっとね、今日はつぶ貝と生エビをね、あげてみようと思います。ちょっとそれ以上後ろ行けないですよ。もうね、あのブクブクの下に潜り込んじゃってますね。大丈夫かな。はい、またね、目の前のとこ少し掘りました。まずはつぶ貝から行ってみようと思います。つぶ貝あげるのは初めてなんでね。ただつぶ貝はさざ波フグちゃんとかね、他の生き物も好きなんで食べるんじゃないかなと思います。やっぱ貝系はね、結構ね、なんていうかね、いろんな、そのなんていうか、生物がね、好きですね。アサリもそうですけどね、ツブガイもね、いろんな生物ね、好きですね。反応するか。すぐに反応しませんね。ちょっとわさわさってやって匂いをね、拡散してみましょうか。ただね、つぶ貝あんまり匂いしないんでね、触覚も口のところもあんま動いてないですもんね。ダメかな。あ、ちょっとなんかいつものように糸巻きとですね、なんかちょっと接近してきてますね。匂いに反応して、ちょっと糸巻きとでさんね、一旦ね、端っこにちょっと移動してもらいます。ちょっと今ね、お水がね、濁ってるんでね、多少見にくいと思うんですけどね、ちょっと反応しなさそうなんで、生エビ、しかもちょっと大きめの生エビね、これであげてみようと思います。これをね、手前にこうやって置いとけば、生エビの匂いにね、引き寄せられてね、多分ガバーっとね、来るんじゃないかなと。で、その時に奥にね、空っぽさんに近い方にあのつぶ貝があるんで、ガバッといった勢いで生エビじゃなくてつぶ貝をこう取るんじゃないか。あ、なんか口のとこ動いてますね。これね、大体来る予兆なんですよ。ちょっと動き始めましたね。もぞもぞしてますね。生エビ効果ですね。あー、違いますね。潜っちゃいましたね。ん？そんなことない？あ、ちょっと上にブクブクがあるから、ここ狭いわと。あ、行きましたね、行きましたね。あ、でもエビから食べてますね。つぶ貝じゃなくて。でもつぶ貝もしっかり持ってますね。あ、つぶ貝ちゃんと持って移動し始めましたね。頭に砂がすごい乗ってますけどね、食べてますね。ちょっと向こう側から見てみましょうか。向こう側の方はね、多分見やすいと思うんでね。あ、食べてますね。食べてるけど、やっぱね、エビから食べてますね。つぶ貝はね、この下にね、ちゃんと確保してますね。ちょっと上から見てみましょうか。こんな感じですね。生エビね、バクバク食べてますね。なんか最近ようやく丸袖空っぽさんもね、水槽に慣れてきてね、餌を結構ね、すぐ食べるようになってきましたね。ただまだね、アサリとかね、このカツアサリとか、これはまだ食べてくんないですね。カツアサリは少しヒビを入れて今度ね、揚げてみようと思います。匂いがしないとね、どうしてもね、こう食いついてこないんでね。あ、なんかもう生エビ全部食べちゃいそうですね。食べちゃったかな。生エビ食べちゃいそう。食べて、次、あ、つぶ貝行きましたね、つぶ貝行きましたね。あ、つぶ貝も食べてくれてますね、ちゃんと。よかった、よかった。つぶ貝ちょっと硬いんでね、食べるのに時間かかるかもしれないですけどね。お、食べてくれてますね、よかった、よかった。ちょっとね、口元がね、あんま見えないですけどね。
ほんとね、マルソデカラッパさんね、おむすびみたいな形してますからね。ギザギザとか全然ないですからね。あのメガネカラッパさんはね、このなんていうか後ろのところがね、ここのところがギザギザしてるんですけどね、マルソデカラッパさんもね、ギザギザしてるのは、あ、ギザギザしてるのはここですね、手のところですね。ここの手のと上のところはね、あのメガネカラッパさんもね、ギザギザしてるんですけどね。お、食べ終わりましたか、もう、もしかしてこれ潜るんじゃないですかね。どうですか、ごちそうさまですか、もう、ん、もう食べちゃってますもんね、下にもないんで。どうでしたか、生エビとつぶ貝は。美味しかったですか、うん。ちょっとお散歩するんですかね。もぞもぞしてますね。あ、なんか潜りそうですね。あ、潜りますね、潜りますね、潜りますね。よいしょと、よいしょとね、こうやってね、ハサミで向こう側にね、砂をよしって、よいしょって押してから自分がよいしょと潜ると。ちょっとあんまね、後ろ行かないでくださいね。ここにあの手足がない磯蟹さんがいますんでね。ちょっとまずいっすね、なんか歪んでますね。ちょっとまずいっすね。ちょっと位置変えてもらおうと思います。あ、ちょっとね、こっち側に潜ってもらいました。水槽のね、左側ですね、こっち側に潜ってもらいました。でちょっとこれね、歪んじゃったんでね、手足が1本しかない磯蟹さんのお家がね、これちょっと戻してあげようと思います。そんな感じです。